ジャーメイ,インテレル大は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の、元プロ野球選手。右藤右打ち。ポジションは右翼手で、一塁手、遊撃手、中堅手、左翼手としてのプレイ経験がある。1992年の MLB ドラフト43巡目で、テキサスレンジャーズから指名されたが、契約せずにコサムネスリバーカレッジへ進学した。 1993年の MLB ドラフト17巡目でアトランタブレーブスから指名されプロ入り。1996年にデビット・ジャスティスの右肩の故障に伴ってメジャー昇格を果たし5月17日のシンシナ・ティレッツ戦でメジャーデビュー。アトランタ移転後の球団史上初の快挙となる初打席初本塁打を記録した。この年98試合に出場し打率。 281、12本塁打を記録した。新人王の投票で6位に入ったが、ポストシーズンは15試合に出場し打率、179と低迷。チームはワールドシリーズでニューヨークヤンキースに敗れた。1997年3月27日にマイケル・タッカーとキース・ロックハートとの2対2のトレードで、ジェイミー・ウォーカーと共にカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。 遺跡1年目の1997年、開幕戦から、ロースター入りを果たしたが、4月17日から5月3日、7月3日から8月13日の2回、故障者リスト入りし、5月18日から6月17日に、かけては、トリプル A 級オマハロイアルズに降格した。出場試合数が75で打率、236に終わった。 翌1998年も怪我に泣かされて60試合に出場し、打率234だった。ジェフ・コーナインの遺跡に伴い、スプリングトレーニング中のプレシーズンゲームでは右翼手として先発出場し、結果を残した。1999年のレギュラーシーズンは158試合に出場し、打率294。 チーム最多の119打点と27本塁打を記録した。守備では外野手として球団新記録となる17補撮を記録。2000年は打率321、33本塁打、118打点の好成績を残した。4月、打率388、11本塁打、28打点を記録して初めて プレイヤー・オブ・ザ・マンスを受賞した。オールスターの投票数がアメリカンリーグ外イヤ種部門でバーニー・ウィリアムズの156万8209票に次ぐ148 14万6448票を集め初選出となった。8月20日、球団史上9人しか達成していない30本塁打を球団最速で到達した。守備でも初のゴールドグラブ賞を獲得した。 2001年7月25日に三角トレードでコロラドロッキーズを経てオークランドアスレチックスへ移籍した。8月に打率337本塁打32打点を記録し2回目の月間 MVP を受賞し8月25日から9月18日にかけて16試合連続安打を記録した。その年のポストシーズンでは自打球を当てて飛骨を骨折し 2002年開幕戦を故障者リスト入りで迎え、4月26日にメジャー復帰した。131試合に出場して打率25、252を記録した。2003年、怪我のため出場試合数が65に止まり、4本塁打、20打点を記録し、打率、172は、打席数が200以上の選手の中ではこの年のメジャーワースト、球団史上、 ワースト2位の低打率だった。2004年のシーズン終了後に FA でシカゴホワイトソックスへ2年総額115万ドルで移籍した。2005年31本塁打を記録し5年ぶりに30本塁打に達した。自身2度目のワールドシリーズでは16打数7安打打率438の活躍で MVP にも選出され。 チームの88年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献した。2006年、アリーグニーの44本類が、同五位の120打点を記録し、この2部門で自己最高を更新した。打率、315もキャリア2番目の高打率、特に得点圏では打率、351を記録した。右腕、左腕も共に、打率3割台と打ち分け、 同地区のミネソタツインズ戦で打率、354.14本塁打を叩き出すなど、チームを牽引。シーズン MVP 投票で5位に入り、シルバースラッガー賞を初めて受賞した。しかし、2007年は、前年の大活躍から一転、大不振に陥り、オールスターまでの打率は、214に止まった。しかし、オールスター以降の残りの試合で打率、 298.16本類が39打点と別人のごとく打ち8月11日2年総額2200万ドルで契約延長した2008年は再び調子を取り戻し打率29234本類が96打点を記録し中軸打者としての役割を果たしたしかし一方で得点圏打率が 269に止まり、本類画も34本中24本が、ソロ本類画など、チャンスであまり結果を残せず、それに伴って打点も100をわずかに下回った。2009年オフ、FA となり、他球団からのオファーもあったが、条件面で折り合いがつかず、2010年は、どこにも所属せずプレーしなかった。2011年3月31日、現役引退を表明した。 ホワイトソックスの選手の一員として、ジョージ・ダブル・ブッシュ大統領に面会した、大シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を、それぞれ1回ずつ受賞しており、総攻守揃ったオールラウンドプレイヤーである。同じ年にデビューしたアンドリュー・ジョーンズとは似たタイプのプレイヤーとして、しばしば比較されてきた。打撃フォームを崩されても、スタンドまでボールを運ぶパワーを持つ。 2005年のワールドシリーズのように固め打ちも多く、校長時は手がつけられない。守備でもズバ抜けた強肩と足を活かした広い守備範囲を持つ。ありがとうございます。